レンジローバースポーツのフロアコンソール。写真左下、坂を下る車が描かれた黄色いボタンが、ヒルディセントコントロールスイッチである。ヒルディセントコントロールは、自動車の走行制御技術の一つ。ヒルディセントは、英語で坂を降りることを意味する。自動車で急な坂道を下る際、自動的に速度を低く抑えて走行する機能である。自動車メーカーによっては、 ダウンヒルアシストコントロールとも呼ぶ。長い下り坂を走行する際、フットブレーキを酷使すると、フェード現象やベーパーロック現象により、ブレーキの効きが弱まる事態に陥ることがある。こうした事態を避けるためには、低いギアに落としてエンジンブレーキを併用することが望ましい。ヒルディセントコントロールは、エンジンブレーキだけでは減速しきれないような、 急な下り坂や雪道などにおいても、数キロメートル毎時ないし十数キロメートル毎時の、車速を維持する機能である。日産、エクストレールの運転席。シフトノブの奥、4WD モードスイッチの右横に、ヒルディセントコントロールスイッチがある。スバルフォレスターの X、モードスイッチ。ヒルディセントコントロールの特許を有する。 ランドローバーの乗用車各自動車メーカーによるヒルディセントコントロールの採用動向は下記の通りありがとうございます。